皆さんこんにちは、ボタニカルショップ加の葉の吉岡です。今日前回の続きです。シクラメンの夏越しについてお話ししたいと思います。シクラメンの夏越しにはウェット法とドライ法があると前回お話ししたかと思います。ウェット法は 葉を残して生育させながら夏越しをする水やりと肥料やりも続けるやり方ですねでドライ法は球根だけの状態にして水やりはストップ乾いた状態で夏越しをさせる方法ですでそれはいつぐらいに判断するかというと 6月ぐらいに判断をします。判断をする前に球根を手で触れてみてください。で硬いようならまだ生きている球根です。ブヨブヨしているようならもう球根が腐っているので、その球根はもう再生しませんので、 残念なんですけどごめんなさいです。えっ、ー、ともうその球根は生きていません。なので夏越しはできません。で6月になった時点で触った時にまだ硬いようなら夏越しの準備です。もう球根だけになっているよって葉っぱもないよっていうようであれば水やりを ストップしてください。で水やりをストップして、風通しのいい雨の当たらないところで。鉢底の穴は塞がないようにしてくださいね。それでもう、そのまま9月の後半まではドライ法はほったらかしになります。 ウェット法ですね、6月の時点で葉っぱがまだ残っているようならまだお水を欲しがっている生育したがっている状態なので6月にお水やりと肥料やりは続けるんですがなるだけ雨の当たらないところに置いてくださいね。 日本は雨が結構降りますので雨の当たらないところにでお水やりは表面の土が乾いてちょっと待ってから1日ぐらい待ってからあげるようにあげるときはたっぷりとですでそうしているうちにウェット法で管理していても葉っぱがなくなったりすることがあります 球根だけの状態になるということですね。球根だけの状態になってしまったら、もうドライ法に切り替えです。その時点で水やりはストップ。で、その間にも球根が腐ってしまう可能性があるので、気になったら触ってみてください。その時に硬いようなら大丈夫。ブヨブヨしてるようならごめんなさいになります。 そうしてうまく夏を涼しく夏越しできれば、9月の後半に植え替えになります。一回り大きな鉢に植え替えです。で、植え替えの時は、根っこが傷んでしまうので、乾燥している状態、土が乾いている状態で植え替えをしてください。 これはね、どの植物も同じです。植え替えするときは、なるだけ乾燥している状態で行った方が、根の痛みが和らぎます。で9月の後半になって、植え替えを済ませると、寒さもこう緩やかにこう落ちていって、涼しくなってきているかと思いますので、そうなったら、日当たりのいいところに、 移動をささせてくださいねで。ウェット法もドライ法もお水やりはそれから続けます球根から葉っぱがこう芽吹いてきますのでその時にお球根の中心部分に日光をなるだけ当ててください日光が当たることによってお花の 咲き方が変わってくると思いますので,で葉っぱがこう出てきて中心部分の葉っぱはどうしても球根の中心の日光を遮ってしまいますので中に出てきた葉っぱは下からくぐらせて外の葉っぱに引っ掛ける。 球根の中心をあて開けるようにしてくださいねでうまくいけば10月ぐらいにウェットホーのシクラメンは開花をしていきますでドライホーはそれから12ヶ月遅れてくると思いますので12月ぐらいか来年 にお花を咲かせることとができると思います。この今咲いているシクラメンまた来年会いたい見たいと思われる方はぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか